盛り上がっていたな。海の向こうまで行ってもああなのか。 E3 はビデオゲーム界における世界最大のトレードショーだとか、もはや怪盗団の犯行には世界が注目しているということでしょう。ち、何度も犯行を許しているからだ。捜査機関は何をしているのだ。身柄を抑えるどころか、未だに手口すら解明できていない様子。おのれ。ただ、サシモの怪盗団も今後は風向きが変わるかもしれません。実はなかなかに侮れないと思える人物が彼らに興味を持ったようです。ほう、お前に侮れないなんて言わせる人間がいるのか。どんな強者だ。名の通った屈強な戦士か。屈強かは分かりませんが、そこそこに有名人のようですよ。こいつが？ヒヤサ男ではないか。しかも怪盗どもと大して変わらん年頃に見えるぞ。彼がこれまで解決に導いた事件の数は、捜査機関の職員たちのそれをはるかに上回っています。人々は彼を指して探偵王子の再来ともてはやすとか。ほう、怪盗を捕らえるには名探偵か。確かに面白いな。興味が湧いてきたぞ。わざわざ調べずとも、ちょうど彼を出演者に迎えたテレビ番組があるようです。ならば特別にここに集った者らにも見えるようにしてやろう。お前たち、姿勢を正して見るがよい。これで3度目。ロサンゼルスでまで難なく犯行成立か。すごいな。この情報化された現代に芝居がかった予告セットをこうも次々と。しかも世間からむしろ支持を集めてる。興味深いな、本当に。おっと、ごめんなさい。考え込むの癖なもので。しまったな、怪盗すごいなんてサエさんが見てたら小言をもらいそうだ。こちらの話です。改めましてこんばんは。情報解析バラエティ怪盗団を暴けへようこそ。僕は明智五郎、しがない高校生ですけど、まあ探偵なんて呼ばれることもありますね。さて今夜の本題はズバリ怪盗団です。ご存知の通り、日本時間の昨夜、怪盗団が今度は北米ロサンゼルスのイベント会場に現れ、盗んだと思われる機密映像を流出させました。番組では怪盗団がリークしたものと全く同じ映像を奇跡的に手に入れることに成功。今夜はその映像から読み取れる情報を手がかりに、彼らの素性に迫ってみたいと思います。実は僕自身もまだ見せてもらってなくて、皆さんと一緒にこれから初めて目にします。とその前に、僕よりも前から怪盗団を個人的な興味でずっと追いかけ続けていた面白い人たちがいるみたいです。それってなんだか若干ストーカーっぽい気もしますけど、情報の深読みに傾ける情熱は本物だとか。せっかくなので、まずは彼らの分析がどんなものかお手並み拝見といきましょう。ではどうぞ。
じゃどれにする？それは聞くかな。エース、じゃあ行くか。ほう、そうか。おう、どうするん？調子はどうだ？うん、見ちゃってますけれども、うん、これアジトですよね、最初、うん、鴨志田パレスって書いてあるけど、鴨志田の心を盗む退学処分まであと14日退学させられる状況になっちゃって、うんうんうん、何かこういう風に盗まなきゃいけないみたいなことなのかね。退学に追い込まれるって相当だけどな。何をやったんだろうってことだよね。鴨志田ってやつがいいやつじゃないってことだけは分かった。まあそりゃそうでしょうよ、うん、パレスを持ってるぐらいの人です、うん、戦闘シーンですな、うん、あ、もうちょっとゆっくり見せて。まあ後でゆっくり見ましょうよ。ゆっくり 見たいね、もう一回。戦闘の動きもアクティブになったんですね。ホールドアップ、黒だらけだ。走行力、うん、かっこいいじゃないの、うん、俺ユージの衣装好きだわ。好きそう、うん、前回あの美少女回答、ね、うん、カットインとやっぱりちょっと違ってそれぞれ違うんだね、うん、しかし今回やっぱ固定ダンジョンっぽいっすね、うんうん。リンさんのこの曲かっこいいね、うん、これどこの曲なんだろうね。もうこれここのフィールドに流れる曲かな。でもフィールドにしてはちょっと明るいし、うん、当ててるだけかな。なんかまた足跡みたいのが、痕跡を探し出す能力を持ってる、うん、うん、地図を手に入れてマップが拡大するのか、これ、うん、このカバーアクションがね、今までにない要素ですよね。ここだよね、やっぱりこう仮面を剥がしてなんか戦闘になるみたいな、うん、そうそう、さっきまでこう騎士っぽかったのに、うん、今これ見た目はシルキーっていう、うん、ペルドの仮面を剥がすと正体が明かされるっていう感じじゃないですか、なのかな。シャドウの内面をさらけ出すというか、うんうんうん、でもほら、なんか、うん、フアを呼ぶ家政婦って名前で別にシルキーではないんだよね、これ。ですな、でも回復してますよね、これ、うん、うん、おお、なんか今、うん、シャドウじゃないですみたいな会話が一瞬出たけれど、仮面をにして手に入るんだ、これ。なるほど、シルキー自身がなんかシャドウじゃないっていうことを意識すると変わるみたいなことなのかな。なんか設定があるっぽいですね、うん、なんかね、その辺も気になる。え、何これ、タモリクラブの城だ。尻がね、いい尻がすごく並んでるんだから、いい尻のずっと、これ鴨志田ってのは尻がこの好きなのかな、これ。パンスト屋さんですよ。よくあのディスプレイこういうのが
鴨志田さん仲良くなりそうな気がしてきたぞ。悪じゃないの。でも、うん、でもこの城のセンスはなかなかいいぞ。ブルマかこれ。これでもあれだね、やっぱりこう、うん、ウィークを突くと、うん、ワンモアっていうのは今まで通りの、うん、でもバトンタッチとかあるんだ。エロいな。しかし今銃ってどうやって撃った。なんか横投げにちょっと撃ってたけどね、うん、なんか今弾弾丸数みたいなのもあった気がするけど、弾数あるんじゃない、やっぱ銃だし、ね、ホールドアップしてからが勝負だなこれ。あでもやっぱり総攻撃でも残っちゃう時もあるんだね、うん、やっぱり賢く戦わないと、うん、おミスった、うん、おーかも良かったけど愚痴もいいね、うん、かっこいい、うん、あらアンちゃんかわいいわ。スタイリッシュリザルト、うん、スタイリッシュリザルトかっこいいよこれこれいいよね、うん、あでもあそこに今双子がいたりとかするから、うん、あそこにベルベットルームの入り口とかあるのかな、うん、現実世界へ戻る鴨志田パレスから帰ったか。これは喫茶店だね。ね、うん、下宿先、下宿先でしょうな。あ猫入れてんだ。ペットペッ ト, ペットこれはペット飼ってんの。壊れるんじゃない。そんな昭和な鍛え方する。壊れちゃうんじゃない。壊れちゃうよ。家の鍵で懸垂する。バチバチ、うん、あでも上がってるよね。なんかあ最初 HP 上が上がるんだ。部屋の特訓で。さすがに HP 上がるのも限度あるよねあれで。いや若いからきっと鍛えただけ身につくんだよお風呂が、お入浴シーン、レックレック、レックレック。これアニメーションでいうところの7話ぐらいです。温泉、温泉シーン。あ、上がった。なんか魅力上がるんだ。魅力やっぱ風呂入るべきだな猫はいいんですか、うん、銭湯に連れてきていいんですか、まあ、昔の銭湯はおおらかだからきっと。あら、あこれでおしまいかな。いやまだある、ま、だ広い風呂っていい、みんなで入ってんの。まだお風呂シーンが。来ればよかったのにな。後ろのあれ仲間あんないたっけ。頭つるつるつる。ちょっと熱い気がするな。クイックイってクイックイってクイ。あれなんか初めて杉田さんの声聞いた気がする。ジンだよ。どんだけ入れりゃ気がするんだよネットジジイこれは後ろのジンさん関係ない人だ。あれはリュウジにしか見えてないネットジジイっていう妖怪妖怪二人平気で入ってる。